どのように捉えているのか、自民、立憲、維新の三党に聞きました。前回より四議席減らした自民党は厳しい戦いだったと振り返ります。思い通りにならなかったという部分は、ね、確かにあります。その部分については非常に残念ではありますね。はい。仙台市でのおおで戦っ 選挙区で下がった皆さんの話によると、やっぱりそこは大きなあの逆風となってきました。公認候補10人全員が当選した立憲民主党は村井知事や自民党への批判の受け皿になったと話します。勝因は今の県政に対しての県民の皆さんたちのがどう見ているかというところも。 反映されていると思います、えー、乱暴な進め方、えー、ちゃんと患者さんやそれから医療関係者の方々審議会がありますそこの声をきちんと向き合って聞いていますかという声は大きいと思います表に反映されていると思います日本維新の会は初めて二議席を獲得したものの

四病院再編だけで県民は候補者を選んでいないと述べ、再編の進め方を変えるつもりはないとの認識を示しました。地盤が病院の近くなのかどうかということにも変わってくると思います。まあしたがってあの、えー、まああの四病院が争点だということをかなり皆さんおっしゃったんですけれども、あのそれだけで県民は選んでない。知事は四病院再編構想への是非が 県議選全体の争点にはならなかったとして再編の進め方を変えるつもりはないとしました今回の県議選は5期目の折り返しを迎える村井県政の中間評価との見方もあります知事は自民党が苦戦した理由は候補者ごとに違うとした上で今後の県政運営について次のように述べましたですからまずは 開発構成を見て11月、2月議会での、えー、議員の皆さんの発言などを見ながらですねどのように説明すればいいのかということをよく考えていきたいというふうに思っています一方、4病院再編構想に反対する市民団体は県民の批判の声が県議選で示されたと話します。うい与党の事項があのが関数割れをしたというとうこころにですねこの 4病院問題に現れてきている村産の強引な手法に対する批判という格好で県民の声が現れてきたんだろうなというふうに思いますまた、原点に立ち返るべきと指摘します3から4にしたとこ,ろのところに立ち止まって、あのゼロベースであの検討し直さなきゃいけないのかなというふうに思いますね。